のニッコニッコニーという。若菜指揮役大熊若菜です。よかったらステージ見に来て、よろしくお願いします。何のうちから誰を。はい、もう決まりました、僕の推しは、大熊若菜さんです。やったすぐに決まりました。あ、なんでですか、はい、理由は。あのステージ見に来てる人によかったらステージ見に来てくれよねって確かに来てるし。なるほど、くまちゃんの活躍に期待任せてくださいよだよ。はい、じゃあ行きます。はい、誰もせーのって言ってくれない。怖い怖い。せーの、ぴょんぴょん。かわいい心が幸せです、ね、ふざけると思ったでしょ。ちゃんとやりますからね、私こういう時は。あ、これあ、これですか。これですか。わかりますか。これは違う。これはちなみに本気ですか。ヤブちゃんが出してくれる。あ、比べてみましょうか。ちょっとめっちゃそっくりじゃん。そう、やばいな。めっちゃそっくりじゃん、これ。あれ、めっちゃ何、口めっちゃそっくりじゃん。口尖らせ。名口先輩と渚の TikTok の真似。何だっけ、そうごめん、私音楽出てこない。 TikTok 見てるくせして出てこない音楽が。好き。それは団子です。なんでこっち向いてくれないの？おかしくない？お題お願いします。おお。はい、喋っちゃダメなんだ。喋っちゃダメなんだよ。それこういう感じ？オッケーオッケーオッケー。6人でポーズを。オッケーオッケーオッケー。若菜四季、秋が好き。モンブランがたくさん売ってるから、はあ、モンブラン甘くてまろやかで細い糸の折り重なったようなデザインも興味深い。好き。メイがあーんしてくれたらもっと嬉しい。はいメイのシンプルに見えてな、フェイスタオルです。タオル、タオル匂うんだ。どういうこと。え、触ってもいい。あ、すごい、めっちゃしっかりしてる、いい生地。何やってんの。使ったやつなので、はい、ということで、どちらもですね、予約。四季とメイの手も見たよ。でっかく、でっかくこうやって、ね、大スクリーンで手繋いでるの見ちゃった。今日一番の笑顔するでしょ。最後、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 あ、最後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 、スーパースター。はい、目隠しお願いします。おーい、目隠し、どんな顔が見れるのかな。顔がちょっと見たいね。どういう顔。上手。続いてお名前、ダブルさんからいただきました。テレビアニメ3期も絶対に見る、さらに成長するリエラに期待のことです。ありがとうございます。
菜式役くまちゃんこと大熊わかなです、うん、楽観的で、うん、ポジティブな性格です、うん、クールな女性になりたいなんか短い自己紹介なんだけどなんか変わった子なのかなってちょっと思いますけどサザエのね肝の部分もいくわけですさて続いて大熊若菜さんですはい、あの初対面の時にですね、うん、私はみんなと喧嘩がしたいんだって言ってそんなういう感じの喧嘩ってどういう喧嘩なの殴り合いとか結構もう胸ぐらつかみ合いとかっていうのをやりたいやばいぞお前昔のさ青春ドラマとかであるような一回喧嘩してお前結構やるじゃないかよみたいなで仲良くなりたいそうなんですそこ喧嘩してこう殴り合ってもう全部こう放ってなんかこう芝生の上でこうやってあーみたいなそれで本当の仲間みたいな本当の仲間みたいなこのグループだってみんなと仲良くしていこうって言ってんのに一人だけなんかこれがやりたいからなんとこうなんて言ったんでしょうお互いを知ってお互いの嫌なところとか見て見てふざけんじゃねえってでこう拳をこうかわしていきたい愛知の方言を覚えてもらいたいのでこんなセリフを用意しましたこれを言えば人気者間違いなしですはいこっちおいでん君のことデラ好きだもんで隣にいてほしいじゃんね可愛すぎてキュンキュンしちゃいますいきますこっちおいでん君のことデラ好きだもんで隣にいてほしいじゃんねああ、かわいいさっきの何だったのいいじゃんいいよ、最高ちょっと待って、本当に、本当にやばいわメイ、こっち見て。メイ、かわいい。うるせえ、うるせえ、うるせえ！かわいい、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 かわいい。しきちゃん、かわいいね。私はそんなタイプじゃないけど、でも悪くないかもそれでは行きますよせーのくまちゃんかわいいねほんと怖いえ、多分ねなんか今照れましたね照れ隠ししちゃったのかなごめんなさいねめいちゃんの前でしかね見せない顔なのかな確かにね耳普段さかけてるじゃん左側からかけてるね、うんうん、だってなんだっけそうそうセリフあの言わないで言わないではぁー嬉しいちょっと待って最高コメント欄がすごいもうあーってなってるありがとうございますなんかちょっと温かい心で聞いてくださいはい、もちろんです照れたら負け、ヨネムメイですおーかっこいいじゃんこうちゃん、ちょっとバカなあなたなの怖いよお願いします、 いきますはいメイという方程式が解けない理系上若菜式ですえぇ、何それ何それめいちゃん？めいちゃん、照れたら負けじゃないの？照れてないよ、うん、照れたら負け、うん、照れたら負けだから、ね、照れたら負けだからあ、ごめんなさい何でも、数式は何でも解けるんだけど、うん、メイだけは解けないんですよ、最高いいですねよかったあーすごいすごい聞いたわこれだけでしても、今回も素敵な情報がいっぱい、
じゃちょっと最後になる初めてのなんて自分たちの声がこう CD に載ったものになってるけど、まあ、聞いてみての感想とかなんかありますか？あ、ずっと上げてくれてるね。じゃあ若菜から上げちゃってるからね。ずっとルンルンしてる。やったやったやった。あの感想を聞いてるんですけれども。すごい。いや、いつか解きたいよね。なんでございます。はい、皆さんこんにちは。ようこそ。はい、それでは聞いちゃってください。ようこそ秒数の国へ。意味わかんないよ。20秒です。20いきます。よーい、スタート。こちら、気になるあの子もよく見える四季の双眼鏡でーす。あ、今あなたギャラクシーポーズした。あ、そこにクワガタ。ちょっとそこのあなた捕まえておいて。終了でございます。何して。出張版シューティングチョイス。とってもお得。ごめんなさい、すいません。いいんだよ。書いてあったやつをこうそのまま表現したので。ありがとう、はい、お得。確かにお得。うん、おー、はい、ぜひ、はい、皆さんぜひ楽しみだね。すいません、大丈夫よ。落ち着いてください、皆さん落ち着いて。あなただよ。あなたです。ごめんなさい、ごめんなさい。くまちゃん、リーチャソ先輩。え、誰だ。リーチャソ先輩。え、毎回私となんか話しする前はなんかなんとかじゃ、なんか読んでなくて普通にサンデーサンデーで来たの。やば、絡み方がりが。え、なんでさ、リーチャソ先輩なの。そう、確かに。そう、え、なんかあのちょっと面白がってっていうか、リーちゃん、ちゃんのんがこう、そう、カタカナのね、リーチャソ先輩、うん、そういうこと。なるほどね。チャソ面白い ね。距離感が縮まってる感じするよね。でもね、わ、うんね、かるわかる。わかる。続いてね。はい、これは見たとき、この名前を見たとき、ゆらなんちゃらですか。ゆらゆらアクリルスタンド、これはですね、ゆらゆら、これなんか2つの気持ちを込めて、あのアイテムで、あ、じゃあ、じゃあ、カードガラスラヌカ、あなたの番じゃないですよ。とにかくね、これでゆらゆらしてる、はい、みんな可愛いところ見たいという方、ぜひ。あ、すごい、もう今日純粋なオタクがいっぱいいる。くまちゃん、いや、じゃあ、続けてください、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、ね、ちょっと、伊達様は私が守る。かっこいいじゃん。